場というのはですね、被災地域の企業が抱える経営課題を解決するために今日お越しにいただいたような企業の皆さんのリソースを活用させていただくと、そのためのマッチングをする機会の今日は、地域復興マッチングユイノバの第3回南三陸第4回、渡利山本町で開催するための支援企業向けの説明会を開催させていただきました。集まってはいただいたんですけど、私たちが望むような数にはちょっと達していないかなというのが現実ですね。で、それはやはり発災から2年半が経ってますます都会と被災地現場との乖離が進んでいるのかなと。で、そこに対策を打つために一つの施策としてユイノバをやっているんですが、まだまだそれだけでは足りないなというのが正直な感想です。まだ何かやりたいという目とか思いは確かにあると思うんです。で、それは偏在しているんですよね。組織として形になっていない。どこかその組織の中の一部の人はいるかもしれないけど、組織としての動きになっていないと。それはこちら側として分かりやすさ、どうやったら役に立つのかとか、どうやったら意味があることなのかっていうことをやっぱり伝えきれてないっていうのも我々の反省です。で、そこをうまく解決していく方法を見出さないと、ますますこの状況は進んでいくのかなと。で、それにどんな手が打てるのかっていうところは、模索段階ではあるんですが、イノバでやってきた成果をですね、アピールするっていうのも一つの方法ですし、もっと違う形で露出するなり、大きな仕掛けでプロジェクトを立ち上げるなりっていうのを考えていかないといけないなというふうに思っています。実は復興庁ってホームページ結構充実してまして、いろいろな情報を載せてるんですね。だけどいかんせん全く閲覧数が足りないと。で、それは復興庁としてもアピールが足りないですし、より分かりやすくするっていうことで課題はあると思うんですが、まずは知るとかちょっと読んでみるっていうことをですね、ぜひトライしてもらいたいなというふうに思ってます。結構頻繁に被災地の現状が変化したところも出してますし、ユイノバの状況も出してます。でもそれは一部の専門誌で取り上げられるとかいうところで、一般の紙面にはなかなか出なかったりしますので、そこをですね、よりどこに情報があるんだっていうことを我々も出していきますし、皆さんも探そうということをやっていただけると、少しずつつながっていくのかなというふうに思っています。